あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば、人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間や知人の中に思い込ませて、世界を作らせればいい。いろんな音を忘れさせて、狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、惹かれた男にぶち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられたねてゆく。付き合ってきたばかり、気の強い